皆さんこんにちは、三階高校キノコ部の高太郎と優香と佐都子と高部です。皆さんはキノコ部ってどんなことをしているかご存知ですか？まずは私たちの活動の紹介をします。私たちは月に1回六甲山の再び公園でキノコの採取を行ってます。ここで採ったキノコを標本にしてるよね。そう、採れたキノコを乾燥させてここにある標本は作られています。他にも多くの方々に支えられて今回のような展示会や地域での外部発表を行っています。ちなみに合宿にも行ってます。実は合宿ではキノコとはちょっと離れてウニの生態観察や釣りなんかを通して生物全般に目を向けた活動をしているんだよ。大体私たちがやってることといったらこんな感じかな。次はちょっとだけ展示の案内をします。ここでは季節ごとに標本が並んでいます。じゃあちょっとだけキノコをピックアップして紹介していきましょう。まずは若草ラベニタケ、レッドデータブックにも載っている珍しいキノコです。実際に生えているときはとっても綺麗な緑色のキノコだよね。次は山伏タケ。一瞬何これってなっちゃうと思いますか。これもキノコなんです。あ、これ先輩が食べたことあるって言ってた。美味しいみたいだよ。あと、サンコタケもちょっと変わったキノコです。形が変わっているだけでなく、匂いも独特です。もうあの臭さは何て言ったらいいか、本当みんなにも嗅いでほしい。そしてササクレヒトヨタケ、コプリーヌという名前で売られています。高級食材だそうです。ああ、一晩で傘が溶けちゃうキノコだよね。そして最後に今回の展示の目玉は薬とキノコです。部員のみんなで頑張って調べて展示も工夫したのでぜひ見てみてください。それじゃあバイバイ。